カクリーには男のロマンはわからないさ。まあ私も男じゃないけど。お、なに、なんかめっちゃお菓子食べよるけど、どんだけ広げとん。楽しそうやし。え、なに、なんかの応援、格闘技かなんかスポーツ系。ケイタくん、なんで無言ね。あれはもう日常的な光景なんかな。めっちゃ眠そうやし。いやー、それにしましても今日はびっくりの連続でしたね。でも一番驚いたのはマックに妖怪の姿が見えていたことだよ。よね、それ一番の収穫やった。やっぱりそうなんですかね。あの時詳しく話を聞こうとしたら、おお大事件だって一人で騒いで帰っちゃいましたけど。え、大事件っていうのはジバニャンとウィスパーのこと？でもさ、マックはウィスパーを見て白いフヨフヨって呼んでたよね。ジバニャンのことは赤い猫って言ってたよ。それってやっぱり妖怪の姿が見えていたってことなんじゃないの？そうだとしたらアンビリーバボー、信じられないことです。なんであいつ俺たちのこと見えるにゃん？妖怪ウォッチは？妖怪ウォッチとかつけてなかったにゃんよ。え、マジか。生まれつき妖怪が見える人間なのか、それとも妖怪ウォッチとは違う何かのおかげで見えているのか。このセントピーナッツパークでもいろんなことが起きそうでミス。 USA は USA で何かあるんかな、妖怪ウォッチ的な何かが。第3章、ゾンビスーパーへいらっしゃい。これの意味がよくわからんのよね。ゾンビスーパー。ジバニャン。ね、なになになに？おーい。え、なになに？はぁ、なにやら外が騒がしいですね。え、てか家まで来たんやけど、どんだけ。うわ、上がってきたし。いやいやいや、お母さん。本人の許諾を得ずに。じゃあゆっくりしていってね、じゃないよ。はーい、じゃないし。歩き方豪快だな。マック？どうしてオレンジを知ってるの？うわ、怖。そんなの簡単さ。何？この辺りの家、ぜーんぶ片っ端から回ってきたんだ。近所迷惑にも程やろ。すごいことするにゃんね。お、昨日の赤い猫ちゃんか。お前らいつも一緒なのか？にゃ、やっぱこいつ、オレンジたちのこと見えてるにゃん。でも昨日は本当驚いたぜ。まさか俺以外にも、エイリアンのことが見える奴がいるなんてな。エイリアン？妖怪のことかな。まあ、妖怪って日本のものやもんね。え？エイリアン？妖怪、じゃなくて？妖怪？なんだそれ。USA ではエイリアンって言うんか。どうやら彼、妖怪のことをエイリアンだと勘違いしてますね。あ、勘違いな。そうみたいだね。へっへーん。俺はちゃんと知ってるんだ。何を？俺たちの周りで起きる不思議な現象は、みんなエイリアンの仕業ってな。違うよ。妖怪のせいなのよ。みんなめっちゃ呆れとるやん。あ、その顔は信じてないな。よーし、だったら。今この街を騒がせている例の噂知ってるか？ううん、何それ。夜中、不気味な彼の音が聞こえてくると、すっごく恐ろしいことが起きるらしい。何それ。きっとこれもエイリアンたちが引き起こしてやがるんだ。恐ろしいことって、一体何が起きるんです？さあ。さあって。知らねえのかよ。それよね。え、なぜ？そんなの実際に行けばわかることだろ？実際に行くって、どこに行くの？んてよ。この町の市役所さ。あそこにはでっかい鐘がある。きっとエイリアンたちはそこに潜んでいるんだ。ってわけだからよ。お前も一緒に行こうぜ。うん。有無を言わせない感じだな。てか急激に距離縮まりましたけど。何？妖怪が見える仲間として？お前の家ってなんか変わってるな。妖怪が見える仲間としてなんか急激に距離を縮められたような気が。ねえ。二人とも出かけるの？ちょっと遊んでくるよ。行ってらっしゃい。暗くなる前にちゃんと帰ってくるのよ。行ってきまーす。はーい。ケイタ、じゃ、市役所前に集合な。え？現地集合っすか？
一緒に行こうよ。なぜバラバラなんだ。市役所向こうか。多分今までに何回か見かけたよね。普通になんか KK ブラザーズを探し回りよる時にも市役所は見た気がする。あ、待って、こっちか。こっちで信号を渡っていかんといかんのやね。あれ、ん、こっちかここやんね。市役所、市役所。なんかでっかい池があるね。お、キラキラしよる。へいへいへい、拾えねえ。ヨカコーラを手に入れた。ちょっと落ちてるものを飲んだり食べたりしちゃダメじゃん。え、なに、こけたし。到着。なんでお前の方が先なんだよ。あ、まあでも先に旅立って言ったか。少年、こいつは面白い場所だったな。おお、二人ともお揃いで。なぜここに？子供たちがこんなところまで何しに来たの？ここにあるっていうでっかい鐘を見に来たんですけど。おや、そいつは偶然だな。ちょうど我々もそれを見てきたところさ。今街を騒がせている鐘の音について調べているところでね。お、同じだな。でも結果は外れ。どこにでもある普通の鐘だったわ。カクリ、相変わらず君の発想は貧困だね。僕の見解だと、あの鐘にはきっとまだ何か秘密が。はいはい、その続きは帰ってから聞くわ。その時まで覚えていたら、ね。じゃあね、坊やたち。おいおい、待ってくれよカクリ。あの鐘はきっと、カクリには男のロマンはわからないさ。まあ私も男じゃないけど。なんだか燃えてきた。だったら俺がその謎を解いてやる。おお、燃えてる。ちょ、マック、待ってよ。追いかければいいのか？あらあら、我々ってば完全に置き去りにされちゃいましたね。あらあらじゃないよ。仕方ありません。こうなったら我々だけで金を探すとしましょう。え、我々だけで？マックはどうなったの？え、金探しに行ったんやろ？とりあえず2階へ上がれと。よし。めっちゃ戸を開け放したまんまやけどいいんかな。たしなんでるみたいですね。手に汗握る妖怪バトルを。誰？なんですか？いきなり出てきてびっくりしたにゃん。君たち3人で公式の道を進んでいきませんか？とにかく、まずはお話だけでも。私、図書室で待ってますから。なんか髪がすごいな。重力に逆らいすぎじゃない？言いたいだけ言って一人で勝手に行っちゃったにゃん。だね。あれ、あのお姉さん、さっき3人でって言ってなかった？確かに。もしかして我々の姿が見えていたとか。だって妖怪バトルがどうたらこうたらって言うんやけん、見えて当たり前なんじゃないのか？ちょっと気になりますね。図書室に行ってみましょう。図書室、あ、あれ？あのピンが刺さっとるとこかな。オッケー、オッケー。あ、ほらほら、おったおった。お姉さん。はーい。私は公式バトル協会から公式に派遣された公式レディー。公式言いすぎじゃね？この人さっきから公式公式って言いすぎじゃありません？同じこと思った？公式の何が悪いんですか？公式に謝ってください。やっぱりウィスパーが見えてる？よね、言葉も聞こえとるし。え、変。当然ですとも。妖怪が見えてこその公式レディーですから。ところで、君は妖怪バトルを経験しているみたいですけど、公式バトルに興味ありませんか？公式バトル？公式バトルといえばあれですよ。そう。妖怪を極めた者のみ参加できる熱い魂のバトルです。どうです？進んでみますか？公式の道を。はい、気になるから。はい、それじゃあ私と公式バトルしましょう。って君、公式セットを持っていないじゃないですか。は？公式セット？何それ？そうです。普段のバトルでは好き勝手な妖怪で戦いますけど。
公式バトルでは公式なルールに合った組み合わせの妖怪しか認められないのです。ズバリ公式ルールを説明するとですね、 S ランクの妖怪は2匹、 A ランクの妖怪は2体まで、 B ランク以下の妖怪は自由に使うことができるんです。これが公式バトル協会で決められた公式なルールです。なるほど。公式メダルセットのヘルプが公式に追加された。そして公式バトルにはこの公式通信対戦アプリが必要です。対戦アプリを手に入れた。早速妖怪パッドから通信対戦アプリを開いて、公式メダルセットボタンを押し、公式メダルセットを登録してみましょう。やってみるよ。ほうほう。で、おっと、まだ公式メダルセットを登録できていないみたいですよ。セットするときは妖怪パッドから通信対戦アプリを開くんです。公式メダルセットボタンを押し、公式メダルセットを登録しましょう。じゃあとりあえずメニュー開いて、対戦ね、これほい。で、お、通信対戦を行う相手とはプレイヤーの名前、妖怪のニックネーム、友達ブックの一言コメントを送信および受信します。友達ブックとは Facebook 的な。通信対戦へようこそ。ここからは通信対戦を始められますよ。ってことで、公式メダルセットで、公式メンバーん、これ公式セットで呼び出す。何これ、誰もいないけどそっか、呼び出せるのはいない。保存する、お任せ。待って、どれだん、全然わからんのだけど。あ、セットする。あ、これでバトルメンバーにセットする妖怪を選択してください。オッケーオッケー。んーで、あれ、やっぱりこのお任せか。あ、なるほどね。バランス型、攻撃型、守り型、ランク優先。あ、これで勝手にセットしてくれるやん。じゃあバランス型かな。攻撃と守りのバランスがいいってことやろ。お任せメンバーはバランス型に変更しますか。現在のメンバーが変更されます。 OK、 はい、いいねいいね。じゃあこれで戻る。うん、 OK、 セットしました。いやー、セットするだけでめちゃくちゃ時間かかってしまったよ。よし、無事に公式メダルセットを登録できたみたいですね。ちなみに公式メダルセットは手持ちにいなくても公式バトルの時には呼び出せます。準備が整ったところで次は公式バトルの説明しますね。お願い。公式バトルは6体力の妖怪バトルですが、普通と違う点が2つあります。どこだ。1つはレベルです。公式バトルに出場する妖怪はレベルが60に統一されます。あー、なんかさっき全部60になっとったね。これはみんなが公式に平等に戦うための公式のルールです。なるほど、なるほど。ビスパーちゃんとわかってるにゃん。もう一つ、公式バトルにはサドンデスが存在します。おー、マジか。あまりにも長引きすぎたバトルはすぐに終了させていただきます。これはスムーズかつ公式に大会などを運営する上でのルールです。わかりました。確かに、イベントがスムーズに流れるのはすごく大切なことですからね。OK。よし、それでは始めましょうか。果たして公式バトルです。あ、こことね。よーし。うん、わかった。今からバトルするにゃん？いい返事です。せっかくの機会なんですから、ぜひ試してみないと。まあね、練習は大事か。てか、有無を言わせず始まったし。チームバトル、バトルスタート。レディーゴー。お、なんかいいね、ポポン。ジバニャン、アマンジル、ホットケーキ。おいしい、行くよ、アマンジル。かわいい、超かわいい。てか、相手の妖怪もかわいいんですけど。あの子なんて言うんやろ。チャージ完了。人気スイーツ、アマンジル。なるほどね、これは体力回復だ。んで、よーし、叩け叩けー。
あの真ん中の妖怪欲しい。真ん中の妖怪欲しい。百裂肉球。にゃ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 。いいねいいね。攻撃範囲も広いけんいいよね。んじゃあ次ホットケーキ回せ回せ。うん回ってますこれ。回ってないぞ。およし。なんか頭からさめっちゃバター流れてない。大丈夫なんそれ。ポタポタなりそう。ほっとけないでしょう。ね回復技しかなくない。ねジバニャン以外全員回復なんだけど。あ、アイテムホットケーキあるやん。え、これさ、やべえ。おう、おし。これね、バランス型って言うけどさ、全然回復しかおらんけど。攻撃はジバニャンだけ？もしかして控えの方におるんかな、攻撃。ちょっと入れ替えるね。回復は大事なんだけどさ、今別にほとんど減ってないし。ほら、行くよ。つなげろ、つなげろ。よし。チャージ完了。そしてここで、ペラペラメラメーラー。これはもうね、思いっきり攻撃技やけん。バランスがいいってそういうことか。最初に出とる妖怪は全員回復で、控えが全員攻撃やったんかな。おいし、あー、できんのか今。百裂肉球やりたかったのに。あのモヤモヤマーク何取り憑かれとるってことかな。取り憑くわ。うちのホットケーキが向こうに取り憑いた。これね、一応やるけども、みんな、体力あるんだよな。意味ないよね。やべえ、つなげれねえ。あ、こういうことね。ほっとけないでしょー。別に今ほっといても大丈夫かもしれない。ほっとけないでしょー。何回やねん。あ、なるほどね。さっきのやつってもしかして相手のやつ？両方うちのかと思った。紛らわしいんだけど。よし、まいっかー。よし。とりあえずもう回復はいいもん。いいね、いいね。ブイブイ言わせてる感じだね。表情いいよ、それ。お？やっつけたぞ。マイカーの活躍が。ヘラヘラしてるけれども。素晴らしいです。君には素晴らしい公式の才能がありそうですね。公式の才能って、それ言おうとしたよ、私。妖怪のバトルの真の実力者を決める大会では、公式ルールが使われます。真の実力者。これからも自分なりの公式メダルセットを磨いてください。ちなみに通信対戦アプリでは、他の公式プレイヤーたちと一連バトルすることができますから、ぜひいっぱいバトルして腕を磨いてください。うん、頑張るよ。そんな頑張る君にこれもプレゼントしましょう。お、これはまさに、夢中で頑張る君へやね。お、メダル交換アプリを手に入れた。それは妖怪メダル交換アプリ。ローカル通信やインターネット通信で、公式に妖怪の交換をすることができます。お、妖怪交換。それともう一つ、通信対戦アプリと通信交換アプリがあれば、公式にフレンドリストボタンが使えるようになるんです。フレンドリストボタンを使うと、インターネット接続中のフレンドとすぐに対戦や交換を楽しめちゃいます。そうそう、フレンドといえばこれもプレゼントしちゃいますね。めっちゃいろんなものサービスしてくれる。友達ブックアプリを手に入れた。これがあれば対戦した友達を確認することができるんですよ。 Facebook とは違うんか。詳しい使い方は公式に追加されるヘルプを確認してくださいね。通信対戦、通信交換、フレンドリスト、友達ブックのヘルプが公式に追加された。なんか公式公式よくわからんなるな。それでは君の公式に幸あれ。あ、ありがとうお姉さん。なんかいろいろもらっちゃった。ではそろそろでっかい金を探しに戻りましょうか。そうだね、きっとマックも待っているはずだし。あ、そっか、そんなことしよったね。
はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。